皆様こんばんは、ペルシアンです。今回はね、焼き魚を焼きました。まあ作ったというよりも焼きましたね。でね、それだけで寂しいからね、今回はね、あれですよ、玉ねぎと卵とあのプロ野球ポテチでね、ちょっと炒め物を作りました。それを添えてね、いただきたいと思います。やっぱりね、ちょっとね、最近ね、肉をばっかり食べてたからね、たまにはね、魚も食べようと思ってね。で、スーパー行って、魚がね、2匹でね、安かったんでね、それを購入してね、それをね、ガスコンロのね、グリル器で、ね、焼きました。本当はね、炭火で焼きたいんだけどね、炭火でね、本当は炭火用意する、ちょっとね、時間と金がないからね、今日はね、グリルでね、焼きました。やっぱりね、ガスコンロとね、シーンの、じゃあね、やっぱりね、同じ魚でも全然味が違うのでね、ちょっとね、今回は本当はね、炭でね、焼いてね、見せなかったですけど、すいませんでした、ね。で、お仕事お疲れ様でした。私は今日はお仕事お休みですが、ね、明日は日曜日ですが、お休みの方もいらっしゃると思いますので、体調を整えて、明日のお仕事も頑張ってください。以上でございます。大変短い動画ですが、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。ペルシアンでした。